はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。カルチャーミットは、行っていきたいと思います。はい、今回はですね、8位、イーダビスタと、勝負というか、戦いたいと思います。まあ、最下位8位なので、絶対勝たないといけません。かつ、まあ、主力陣も、休んで、勝っておきたいっていうのはあります。まあ、もちろん虫のいい話ではあるんですけど。というわけで、10選手を重視して出しつつ、またですね、この、イエローがついてるカードの人も、積極的に出していきたいと思います。最後はそのままでいいか。くるみより緑。と、7個をワントップに出して、カルベ、羽生田、菊池はセンターへ。美穂、福山の代わり。それはディフェンダーってあんまりイエローカード持ってる選手いないですね。追い出したからかな。左右をあえてディフェンダーに下げてとはならないですね。まあ緑を交代要員に持ってきてでいいかもしれないですね。でやっぱりワントップをマークしたいと思います。おっと、やっぱ相手がホームで、まだこちらの勝率は上回れないっていうことは、結構手強い相手なんでしょうかね。それにしても相手のホームとしても、観客差数がちょっと寂しいような気が。ま、なんだ今のジャンプ。まあ、仮に10人になったとしても、これは勝たないといけませんが、なんかさっきから見ててもパッとしないんですよね。動きが全体的になんか乏しいというか、おっと、超えろ。そこにカルベが待っていたという。うん、オフサイドか。嘘。先取点取られた。最下位には負けたくないよな。最下位は最下位のままでいてほしいからな。いくら2000球って言っても。え、あっさり取られたよ。なんかちょっと妙だよな。もう綾香し。おっと、今度は羽生だ。おっと、広田に渡ったぞ。どうしたんだ。おっと。一度、落ち着いて様子を見ます。窓かから羽生だ。さあに、さあ、さよ。決まった。さよ、シュート。同点。ルーキー、さよ。
まどかの縦パスもいいですね。さあ、すぐ同点に追いつきました。さあ、浜田がなんか、飯田ビスタにいますね。嘘っていう感じですが。おっと、これは足が合わないか。なんか相手の方が、なんか余裕があるような感じはするな。最後はすぐうまく待ってますね。彩香抜けた。ナイスです。ちょっとこれは、急ぎすぎたかもしれないが。ちょっと嫌な感じがしますね。どうしよう、サツキを？緑をひよたと変えましょう。といってもほとんど前半終了間際なんですけどね。おっと、ちょっと戻った選手がいるな。もうちょっと頑張りましょう。すぐスタートです。危ない。おー、危ういですね。さあ、緑が奪った。反則ですね、これは。チャンスです。見事。見事すぎる。一発で決めていきます。さあ、こちらです。まどかがちょっと疲れてきましたね。さつきとチェンジしましょう。浜田がこっちに入ってんですよね。それがちょっとなんか嫌ですね。渡して、おっと、これはファールだ。イエローかな。イエローです。イエローつきました。これ多少攻めやすくなるかもしれないですね。これはノーホイッスル。サツキにチェンジ。おっと、サツキシュート。3人目選手交代させてもいいですね。深澤と江角か。まあ、それならディフェンダー変えましょう。浦川かな。美穂を浦川にチェンジ。守り抜きに行きましょう。おっと、これは気をつけろ。大きくパス。さあ、取りに行きます。相手が浜田だった。味方の。元味方の浜田でした。やっぱり敵回すと浜田怖いですね。さあ、外に出しました。キーパーパンチング。おっと、これはすごい。羽生田、イエローも恐れる。さ、
勢いです。さあ7個押し、おっとこれで緑の足が上回った。決定的ですね。3点目7個が走ってここをこぼれたところを緑が、さあ最後疲れてますねかなり。まあでもここまでよく頑張りました。さあおお、なんか特別、特別イベントかと思ったら案外決められちゃいましたね。とはいえもうほとんど時間はありません。落ち着いていけば、はい、一応勝ちました。さあすぐにこれ同点に追いつきます。ここの窓かのパス回しが見事だった。縦横両方使って、そしてルーキーのサヨが決めてくれます。なんかここは良かったんですが、ちょっと軽はずみにシュートを打ってしまった。ここは危なかったですね。あれって思いましたね。バーに救われた。その直後。7個ですよ。芸術的。さらに、7個がチャンスをしたところ、緑がもう、この緑一気に走ります。おっと。拾いに行って、決定的な3点目。まず、ま、この後、なんと浜田ですね。いやー、敵に回すと怖いですね、浜田は。ま、とはいえ、もう、時間はほとんどなく。はい、これで1点差ですが、勝つことができました。相手もなかなかシュート打ってきますよね。